大卒だろうがさ初任給違うってなんやねんと思う。別に思わないです。そういうもんだと思う。それはもうしょうがないと思う。でもそこがなんか全てのねじれが起きてるんじゃないかなと思ってて、だとしたら別にその人は行かなきゃいいだけの話だと思う。でも行かなかったのに大学行った人のことを悪く言うのは俺おかしいと思います。でもなんかその初任給低いからなーって多分言っちゃう人もいると思うんだよね。いますよ。でもその人は行かなきゃしゃあない人なんでしょ。高校出て起業できない能力、起業する能力がないから大学行くんだから、この人が文句言うのはおかしいと思う。だからでも風潮的にさ、なんか大学行っといた方がみんなも行くしで行っちゃう人もいると思うんだよね。でもそれは高校もそうじゃないですか。まあ高校もね、そうで中学まで。じゃあみんなそれ自分の自己責任なんだから風潮に流されるのは別に悪いことでは俺ないと思います。風潮みんな流されちゃうよ。で流されることを悪く言うやつは流されずに成功したやつを見てるだけなんですよ。基本は流されずに失敗したやつの方がはるかに多いんだから、別に風潮に乗るはそんな悪いことじゃないと思います。まあそうか。